本一戦が始まりました。昨年大晦日メイウェザー選手と戦ってちょっとやられてしまったんですけど、今年も全勝でここまで来ることができ大晦日の屈辱は大晦日にしか晴らせない那須川天心登場。神童がその神業に磨きをかけてナイスワールドシリーズのベルト取ったら超嬉しいんだろうなと思って、で取ってみたらあこんな感じかって満足ができないですよ。希望、世界征服ですよね。心の中は気持ちは中学2年生ですよ。ずっとメイザー選手は今40歳越してますけど、僕はだからあと10年でそのぐらいの位置に達せば言えないです。言えないことがたくさんあります。まだ今の那須川天心ストーリーは第一章があって、第一章最後の戦い、すごく僕は彼となら大晦日本当のキックボクシングの皆さんに見せれるんじゃないかなと思ってます。最強最後の挑戦者江端瑠偉登場。天心と交わることがなかった日本キックボクシング界の至宝、剣豪のごとき佇まいから人たちで敵を斬る。自分で突き詰めたものが本物だと思ってるので、それを証明する場でもあると思います。この男にとって日本に残された敵は天心しかいない。親友と共に本物の道を歩む。いいねと思いましたよ。大晦日らしいというか、お互い待ちというかカウンタータイプですか。カウンターを取れるってことはちゃんと戦術を見てその戦い方に考えを持ってやってる者同士だと思うんですね。今まで培ってきた修羅場の数というか、そういうところの違いを見せる日本人で最強って言われてる選手を世界の那須川天心として迎え撃つキック頂上決戦。時が来たなっていう感じで幻想を崩したいな。司法か神道か、団体と団体同士の戦いっていうのが日本の中で一番盛り上がる試合だと思うんですね。これが決闘。まさに宮本武蔵と佐々木小次郎みたいな試合を。どちらも。はい、僕です。佐々木小次郎は那須川天心君なんです。大晦日ですか。本当にやっておりますよ。那須川天心 VS 江端瑠偉。